2003年9月、石垣港にて、クルーズフェリー飛流21は、かつて、有村産業と丸江フェリーが運行していたロー、ローフェリーである。船舶整備公団の資金により、三菱重工業下関造船所で建造され、クルーズフェリー飛流の巡動系船として1995年9月に、竣工。名古屋から那覇を経て、台湾を結ぶ航路に就航した。 有村産業は1999年6月23日に会社構成法を適用したものの2008年6月23日に構成手続き廃止に伴い名古屋台湾航路も運航休止。本線の所有権は共有選手の鉄道建設、運輸施設整備支援機構に移り、両線のクルーズフェリー飛流、フェリー海流とともに売却先決定まで。 広島県の常石造船に係留された。2010年1月に、奄美市に本社を置く丸江フェリーが元船を購入、新笠とドックでキャビンなどの回収を行った後、海難事故により、廃船となったフェリー有明の代替船として、同年3月18日より、東京那覇航路に就航した。燃料費の高騰や格安航空会社の参入で、旅客需要が低迷していることから、 2014年12月4日、東京発、同6日、那覇機の便を持って、同航路のフェリーでの運航を休止し、後継のロー牢船、琉球エクスプレス2に交代した。本船は、日本国外に売却され、パナマ船籍となり、名称をバーヨングに改めた。現在では、韓国の大ヒトフェリーが所有し、新川大連航路に就航している。 有村産業当時、マルエフェリー当時車両カンパニーへのランプウェイ及び旅客乗降用のタラップはいずれも右舷側に設けられている。旅客が利用可能なフロアはロビーのある5階、6階、7階の3フロアで、マルエフェリー当時の客室はいずれも5階にあり、1等が2室、2等用室が13室、2等寝台が18室で、旅客定員92名である。 有村産業当時に使用されていた6階のツーリストキャビンは、丸英売客後は使用されなかった。船内レストランは、朝食、昼食、夕食時に営業し、オリオンビールや冷凍食品の自動販売機も稼働していた。バーは営業していなかったものの、読書室として自由に使用することができた。シャワー室も、終日無料で利用可能であった。ありがとうございます。